はい、じゃあ普通にパンチして、ね、いいパンチだけどそれを肘下で、はい、もう一回手打ち、じゃあ手のひら返しして、で鎖骨持って、はい、パンチして、おお、マジに痛いね、はい、どうぞ、ね、でも外してごらん、はい、もう一回これが骨が入ったパンチで、今度は足前後にして、でちょっと引っ張ってもらう、でもここで引っ張っていくね、でまた手のひら返しして、鎖骨持ってやって、で悔しいけどこんだけ力入れる、鎖骨が使える人と使えない人では全部の動作が変わってくるので、